およそ2年半ぶりに福岡空港を飛び立ちました。新型コロナの影響で運休していた福岡グアム路線が今日運航を再開しました。ユナイテッド航空はグアムへの渡航制限が緩和されたことから今日から福岡グアム路線の運航を再開しました。およそ2年半ぶりで毎週木曜日と日曜日に2往復します。福岡空港国際線の搭乗口では運航再開を記念しユナイテッド航空の焼き印が入ったお菓子の配布などが行われました。3年ぶり、コロナ前からめっちゃ楽しみです。まあ福岡から直接行けるのですごく良かったなと思います。関係者は夏休みに多くの観光客に利用してほしいと期待を寄せています。